コンドルは、ドイツのティッセンヘンシェル社が設計し、ティッセン兵器部門が製造する四輪式の装甲兵員輸送車である。コンドル装甲車は、ウニモグのシャーシをベースとしており、エンジンやギアボックス、車軸などの主要部品を共通のものにしている。コンドルは使い勝手が良く、支援に民生用機材を流用するのが容易なため整備性も高い。また、 水陸療養能力を有するとともに c 1 3 0ハーキュリーズや c 1 6 0トランザールなどの中型輸送機による空輸も容易である。コンドル走行車の全周囲を覆う装甲板は消火器の銃弾や榴弾の破片、小型地雷などから車内の兵員を防護することが可能である。しかし RPG-7 をはじめとする対戦車兵器に対して脆弱であり、 1993年のモガデッシュの戦闘において、第二次国際連合ソマリア活動のために、ソマリアに派遣されていたマレーシア陸軍のコンドル、装甲車は、パキスタン陸軍の M113、装甲兵員輸送車及び M48 戦車と共に、アメリカ軍特殊部隊の救援に出動した際、一両のコンドル装甲車の操縦席部分に RPG-7 の直撃弾を受け、 操縦していたマレーシア兵1名が死亡している。コンドル装甲車は各種の装備を装着することによって以下のような任務を遂行することが可能である。ありがとうございます。